皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今週の日曜日の話だったんですけれども、F1 のオーストリアグランプリで、ホンダエンジンを積む、レッドブル、ドライバーはマックス・フェルスタッペンなんですけれども、ホンダ第4期の初優勝をついに成し遂げましたね。はい、というわけで、一応マックス書いてみた。はい、ということで、こちらはですね、優勝を決めたマックス・フェルスタッペンが表彰台にこう登場した時にホンダのマークを指さしたシーンなんですけれども、ホンダエンジンが勝ったのが2006年のハンガリーグランプリ、それからまあ13年ぶりということになったわけなんですけれども、まあ今年からですね、ホンダエンジンの供給がこのレッドブルにも行われたわけなんですけれども、まあシーズン当初からですね、やはりメルセデスにはまあ全然太刀打ちができないと、まあ、パワー的には全然こう、勝るところがなかったわけですけれども、今回のオーストリアグランプリ、まあ、レッドブルリンクということで、まあ、レッドブルの本当にね、ホームコースなわけですけれども、そこで、マックス・フェルスタッペンは、まあ、予選2位を獲得したわけですけれども、そこからスタートして本当に、第4期の優勝を期待したわけですけれども、スタートでフェルスタッペンは2位から7位に落っこってしまうわけですね。まあ、その瞬間、まあ、多くの方はそこでも見るのやめちゃったなっていう人もいるんではないかなと思いますけれども、まあ、そこからですね、フェルスタッペンはどんどんとオーバーテイクショーを見せて、終盤にはですね、フェラーリ、それからメルセデスのボッタスを抜いて、トップのルクレールまで、迫ってきたわけですね。で、残り2周、はい、そのルクレールを第3コーナーで、抜いたわけですけれども、その時にですね、ちょっとルクレールとこうぶつかっちゃって、ルクレールがちょっとねコースの外にこうはみ出すような感じになったんですけれども、まあ最終的にはトップでチェッカーを受けました。はい、で、その後ですね、その優勝に対する審議がまあちょっと長くかかったわけですけれども、まあ、正式に優勝が決まったということで、13年ぶりのホンダエンジンの優勝となったわけですね。で、この表彰台、ここでですね、まあ、いろいろとね、ホンダエンジンの、まあ、ストーリーが展開しているわけなんですけれども、まずですね、メルセデスが10連勝、まあ、年またぎで10連勝をしていたわけだったんですけれども、11連勝をかけて、このオーストリアに乗り込んできたわけですけれども、その11連勝を止めたのがこのホンダなわけですけれど、その11連勝という、記録を持っているのが、まあ、他ならぬこのホンダエンジンなわけですね。1988年にアイルトン・セナとアラン・プロストを擁して、開幕から11連勝という8期の勢いで勝ち続けたわけですけれども、第12戦のイタリアグランプリで、その記録が止まったわけなんですね。その11連勝の記録にメルセデスが肩を並べようとしていたわけですけれども、その11連勝の記録を止めたのが、他ならぬホンダというのもね、またすごいことだったなと思うんですけれども、それでですね、この表彰式に参加をしていた方の中に、まあ、またホンダにちょっとね、縁がある方がいるんですけれども、トロフィーのプレゼンターとして、2位のドライバー、まあ、ルクレールにトロフィーを渡したのが、元 F1 ドライバーのゲルハルト・ベルガーさんなわけですけれども、まあ、ゲルハルト・ベルガーさんといえばね、まあ、オールド F1 ファンはご存知かと思いますけれども、30年前、ホンダの第2期の頃に、ベルガーさんはマクラーレン・ホンダのドライバーとして、在籍していたわけなんですけれども、そのマクラーレンホンダで、担当のエンジニアだったのが、今回のレースで、まあ、普通はですね、コンストラクターの代表として、まあ、チームの関係者が
ポディウムに上がるんでしょうけれども、今回はですね、まあ、レッドブルの本当に粋な計らいといいますかね、それでホンダのテクニカルディレクターである田辺さんがポディウムに上がりまして、まあ、トロフィーを受け取る役をになったわけですけれども、田辺さんがですね、実は、そのマクラーレンホンダ時代のゲルハルト・ベルナーさんの担当のエンジニアだったということで、表彰台ではこの2人がですね、熱い抱擁を交わすという、オールの F1 ファンの方は本当にね、これを見て、涙しちゃったりした方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、でも話をちょっと戻して、でそのマクラーレンがイタリアグランプリ、1988年のイタリアグランプリで、連勝記録が止まった時にイタリアグランプリ、優勝したのが当時フェラーリに在籍していたゲルハルト・ベルガーソンだったわけなんですね、はい。まあ、これまたすごい縁起だなと思うんですけれども、そしてですね、その第2期の F1 の最後の最後、1992年の最終戦のオーストラリアグランプリで優勝したのがまたこれもベルガーさんということですね、まあ、今回の表彰台はですね、本当にね、ホンダの物語がもういっぱいに展開している感じだったわけなんですけれども、まあ、今回の優勝はですね、まあ、メルセデスチームのエンジンのオーバーヒートの問題もあって、メルセデスがペースはこう上げられない状態があったということもあって前に出たということもあるんですけれども、まあ、ホンダのですね、パワーモード、モード11と呼ばれるモードなんですけれども、そのエンジンモードを、まあ、今回、本当にですね、目いっぱい使ったということで、それでもね、エンジンは壊れなかったということで、それでね、もうフェラーリにもメルセデスにも引けを取らない速さを誇ったということになりますけれども、まあ、次回イギリスグランプリで、また同じことが通用するかどうかは分かりませんけれども、まあ、次のレース、さらにはまあ後半戦にもですね、人に期待したいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。